回は2000年8月23日に起こったガルフエア072便墜落事故をご紹介します。こちらが概要です。ガルフエア072便は2000年8月23日にエジプトのカイロ国際空港からバーレン国際空港に向かっておりました。離陸からクルーズ飛行までは順調でした。しかしバーレン国際空港のランウェイ12にアプローチ中、滑走路手前から約1マイル、高度600フィートのところで機体が高すぎて速度が約160ノット出ておりました。なので操縦士たちはこの時点で左360度旋回をして高度と速度を減らそうと考えました。通常3度のパスでアプローチをしてくると1マイルのところでは高度は約300フィート程度なので2倍高いと言えます。このままでは6度のパスでアプローチしなければならないことになります。エアバス A320 は6度のパスでは減速ができません。また160ノットとは重さにもよりますが、通常の最終着陸速度より 2,30 ノット速いと言います。左旋回中も滑走路にアラインするために急旋回を行っており、最大36度バンクが入っている飛行をしておりました。左旋回中にフラップもエクステンドされ、ランディングチェックリストも終えましたが、もう一度滑走路にアラインする際にオーバーシュートしてしまい、ゴーラウンドを管制塔に願い出ました。管制塔は2500フィートに上昇し、300度方向に向かって飛行し、着陸の準備を整え直させようと調整しました。機体は急に185ノットまで加速し、5度ピッチアップして1000フィートまで急上昇しました。1000フィート到達した頃に急に15度ピッチダウンし、飛行機が地面や水面に衝突しないよう警報で教えてくれる GPWS、 日本語で対地警報装置というシステムが起動しました。その時機長はフラップを上げて機首を上げるよう指示しました。しかし間に合わず、空港から北 5km のペルシャ湾にピッチマイナス 6.5 度の姿勢で墜落しました。最終的に飛行機の速度は280ノットまで加速しており、この事故の生存者はいませんでした。それではこの事故の原因は何だったのでしょうか。この事故の原因は空間識失調によるものだと判断されました。空間識失調とはパイロットを惑わす錯覚の一つで、天地がわからなくなってしまうとても怖い錯覚です。当時バーレン国際空港の視界は悪く、空間識失調に陥りやすい状況が整っておりました。操縦士たちは空間識失調に陥っていたので、 GPWS が発動するまで上昇していると勘違いしており、降下していることに全く気づいていませんでした。空間識失調になった際に飛行機を安全に飛ばすためには、水平線などを目視するか、計器からの情報を利用するしかありません。今回の場合は水平線など見られる視界がなかったので、飛行機の計器を信用するしかありませんでした。体感では上昇していると感じていても、計器を見れば高度が下がっていることが分かったはずです。その他にも計器を利用するならば、高度計の値が下がっていたり、昇降計がマイナス方向を示す、速度計が急激に増加、姿勢指示器が疑似水平線より下に行っていたなどが挙げられるでしょう。空間識失調が原因で実際に事故が起きたことが分かりました。きっと乗務していた操縦士たちも空間識失調のことは知っていたことでしょう。高度と速度を旋回中に整えなければいけないことや、滑走路まで残り1マイルしかないというプレッシャーが2人にはかかっていたと思います。どんなに知識では空間識失調が怖いと分かったところで、実際に引き起こったら人は何が何だか分からなくなってしまうものです。普段から知識として頭に入れるだけではなく、実際にどのような時に引き起こりやすくて、どうしたらいいのかパッと出てくるようにイメージトレーニングが必要ですね。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも役に立てたのであれば、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると今後の励みになります。今後ともいい動画を作成できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。